うん、俺の友達バカじゃけん全部ついでや。イライラそうな、糖尿病イライラ。お母さん、あ、もうかも、梅干し、あれ、あ、そうか、梅干し忘れてない。梅干し。暑いな、湿気で。蒸し蒸しする。今朝は。
スイカ余っとったな。スイカ。スイカあるで。あ、食べとかなかな。食べとってや。だいぶ歩けるようになったな。やっぱり あんまり歩いてなかったけどね、ゴミじゃなくてちゃんと。だけど多分すぐ弱るんや、足が。歩かんなったら。絵を描く室やね、伊藤若冲。このスマの美味しいな。美味しかよ。きゅうりあのたて食べれるで。玉ねぎがすね。うん。玉ねぎはええけん。魚に食べてたらカルシウム取る。
最近咳が多いな。冷えて。鼻水が出ていけんのよ。この藤純子のお父さんは有名な映画俳優、映画監督やったやろ。この役だもんの。ほんで、藤純子で言ったら役だもんの、昔の。今なかったかな。春道浩二から書いてある。今日晴れるとんだけどな、明日雨やけど。リンゴいる。これ。いらん。うん。
水分取らないから、うん、食べるそれ。お湯に食べる。昨日あれ薬忘れとったら飲むの、後から飲んだろ薬。お母さん飲んだよ。忘れとらへんよ。違う昨日忘れて途中で飲んだよ薬を。忘れとって向こうで座って飲んだよ後で。いや、いつも向こう行って飲むよ。それは分かんない、向きになることないよ。